令和5年度入社を目指す就活生の皆さん、就職活動の準備は始めてますか？福山商工会議所と FM 福山が意欲みなぎる就活生の皆さんを全力でサポートする番組、今こそ地元で働こう。地元企業と就活生が本音トーク。今年は現役の大学生佐藤俊介さんと一緒に地元企業の魅力に迫ります。聞かなきゃわからない福山の企業の魅力を皆さんにお伝えします。この番組は福山商工会議所の提供でお送りします。福山市みゆき町森脇230テラル株式会社です。テラルの PR です。テラルは水と空気の流れを創造し社会に貢献する、創業105年の業界大手のポンプ、送風機等環境関連機器の製造販売メーカーです。暮らしや産業に欠かせない水と空気、水と空気のあるところすべてがテラルのフィールド。企業理念、水と空気で未来を作るのもと、次の100年をより良いものとするため社会のニーズを捉え、高効率化、ユニット化、多機能化など製品の新たな価値創造に挑戦し続け、最適なトータルソリューションの提案を通して豊かな社会づくりに邁進します。テラルの製品は国立競技場、大阪あべのハルカス、スカイツリーなど高層ビルの3分の1でも活躍していますということなんです。すごいね、国立競技場とかあべのハルカス行ったことある？あべのハルカス行ったことないんですよ。ない、はい、とかスカイツリーにもこのテラルの製品が活躍をしていると、はい、うん、すごいですよ ね、 水と空気のあるところすべてがテラルのフィールド、うん、もうほぼ全部テラルのフィールド、フィールドだよね、地球上ね、はい、ね、うん、テラルの一番 PR したいこと、あなたはあなたらしく、それがテラルらしさを作っていく。営業、研究開発、設計、製造、販売、施工、メンテナンスまでを一貫して行う独立メーカーとして、人々の快適な生活環境づくりを社員一人一人が担っています。普段あまり目にすることがないポンプや送風機ですが、私たちは生活や産業を支えていることに誇りを持っています。テラルを支えているのは社員、社員個々のキャリアの発達を図るため研修や支援体制を充実させています。土日完全週休2日をはじめ、福利厚生や休暇制度も充実、仕事以外のライフワークの充実も図れます。就活生の皆さんに一言、研究開発設計生産技術品質保証などを担う技術職の 80% と製造職は本社勤務、地元で活躍していただけます。テラルはサンフレッチェ広島の男子女子ともにクラブトップパートナーを務めています。年に数回希望者に観戦チケットの配布や選手の来社もあります。テラルの良さは先輩が優しいところ、仕事でもプライベートでも気軽に相談できる環境があります。テラルで働きたいと思う方は人事課までご連絡ください。あなたのテラルで働きたいという思いを形にするお手伝いをいたしますということです。テラルの求人数です。大学院卒5名、大卒25名、高卒5名。現在の募集方法はマイナビ、リクナビ、ハローワークです。説明会の日時は3月はですね、毎週1回は開催されていますので、ウェブで開催されていますので、テラルのホームページをご確認ください。お問い合わせ電話番号は 080-9954-3964 080-9954-3964 です。福山市みゆき町森脇230テラル株式会社のご紹介でした。
続いては福山市沖野上町 3-1-5 山陽電機工業株式会社です。山陽電機工業の事業所 PR です。山陽電機工業は昭和21年に三菱電機株式会社協力工場として発足し、多くの三菱製品を生産し、その他にも各種の自社製品を全国の大手各社に納入しています。山陽電機工業が製造する製品はどれもユーザー様の生命に関わる大切な機能を有しています。電気の安全、自動車の安全などを支える重要製品をコツコツと真面目に作り続け提供しています。生産している主な製品は燃料ポンプ、これは自動車やバイク、船などに取り付けられるガソリンを送り出す機器、そういった燃料ポンプと変成器、これは工場や発電所の受配電設備などに取り付けられる電流や電圧を変える機器、まあ、こうした変成器を生産しているということです。勤務地は沖野上町または緑町となりますので、転居を伴うような転勤はありません。長く働きたい方大歓迎ですということです。転居を伴う転勤はない。魅力的ですよね。魅力的じゃね。そうね。山陽電機工業の一番 PR したいこと、山陽電機工業の製品は日本を代表する産業機器メーカー様、自動車メーカー様に採用いただいています。高い品質と適正なコストにより高い評価をいただいており、安定した受注が経営の根幹となっています。受注の安定は雇用の安定につながります。過去会社都合での人員削減を実施したことはありませんということです。うん、うん、受注の安定は雇用の安定、これすごくなんか説得力のあるね。そうですね、うん、確かにそうよね、うん、そして過去会社の都合で人員削減をしたことがないと、うんうん、素晴らしい。大卒短大卒の方の主な仕事の内容です。製造部門の管理スタッフとして納期品質などの管理改善を行っていただきます。将来的に会社の中心メンバーとして活躍していただくことを期待しています。そして高卒の方の主な仕事の内容です。入社後は OJT と座学を通して学んでいただき、製品の組み立てや検査の業務を行っていただきます。数人で作業を分担して製品を完成させます。決められた手順で繰り返し同じ作業を行いますので、比較的慣れていただきやすい仕事です。就活生の皆さんに一言です。山陽電機工業は福山市中心部に位置し、社屋は4階建てビルからなる都市型工場です。冷暖房完備のクリーンな作業環境となっており、さまざまな年代の方が働いています。また女性の割合が多い、これは全従業員の約7割が女性の方と、うん、という女性の割合が多いことも山陽電機工業の特徴です。一緒に山陽電機工業で働きませんか。応募をお待ちしております。山陽電機工業の求人数です。大卒1名、短大専門卒1名、高卒2名。現在の募集方法はリクナビ、ハローワーク、メール、電話、そして山陽電機工業のホームページです。会社説明会の日時ですが、随時受付をしているということです。お問い合わせの電話番号は 084-922-1184 084-922-1184 です。福山市沖野上町 3-1-5 山陽電機工業株式会社のご紹介でした。
どうなんかな、今のね、あの大学生の皆さん、はい、こう自分を、まあ、自己実現という言葉があるけれども、はい、まあ、自分のね、この、まあ、夢、まあ、目標をね、こう、はい、実現をさせたいことと、はい、まあ、それもそうなんじゃけど、やっぱり収入多い方がいいなっていうね、はい、この二者択一だったら、佐藤くんなんかどっち？僕は自分のやりたいことが、あ、そうか、うん、優先されますね。うん、まあ、それが例えばじゃあ同期の子が、はい、うん、いやなんかもう今年間年収これぐらいもらっとるでっていう話を聞いても、はい、あ、まあ、それはそれとして、はい、いや僕は今自分やりたいことやってるから満足、そんな社会人になりそうかな。そうですね、そうなっていたいと思ってるんですけど、うん、なかなかそうもいかないようなところもあるんだろうなって思ったりとか。そうだな、結婚とか考えると、あ、そうよね、はい、うん、先のこと考えるとね、はい、うん、でもあの、まあまあ、僕もまあ就活を経験したけど、先のこと分からんもんね、はい、そうですよね、正直、はい、だから、まあ、もう今目の前のことを、うん、なんかしっかりこなしていくっていうことを、ね、まあ、積み重ねるのがまあ大事かなとも思ったりするんだけどね。ありがとうございます、うん、アドバイスを。いやいや、今日も2社ご紹介しました。この番組は YouTube でアーカイブ、また水曜日夜8時から1週間の総集編を放送します。 FM 福山のインスタ、 Facebook でも情報発信中です。チェックしてみてください。今こそ地元で働こう。この番組は福山商工会議所の提供でお送りしました。